こんにちは、ろくはです。それではね、今週も1週間分のおかず作り置きしていこうと思います。材料こちらです。水菜、人参、じゃがいも、玉ねぎ、小松菜、トマト、油揚げ、かぼちゃ、春菊、鶏ささみ、豚ロース肉、鶏のもも肉と胸肉と卵、以上です。で、材料費は全部で、3000円くらいですね。今日はチートアイテムを使って手間をだいぶ減らしていこうと思いますので、ついてきてくださいね。はい、それでは始めていきます。はい、それではね、始めていこうと思います。まずはチートアイテムをね、噛みまくったチートアイテムのね、準備をしていこうと思います。キッチンワゴン買ったんですよ。このね、袋じゃないな、でっかい容器を入れる場所がなく、ゴミ入ってるわ。こちらにですね、さっと洗って水を溜めていきます。で、その間にまずは春菊をね、切っていきます。ちょっとダメになってる子が、一瞬水をお借りしてちょっと洗って、ティプロック新しいの買いました。45袋入り。やっぱね、偽物もあるんですけど、本物がいいですよね。というわけで、春菊はですね、一番下だけちょっと落として、おう、水いいね。これは、よいしょ、全身の力を使って移動させて、こちらですね、低温調理器ボニーク。最近出番がなかったんですけど、久しぶりに使おうかなと思いまして。よいしょ、映ってるかな。63度の1時間。で、設定しておきます。ほいで、春菊をね、先に小さめ 0.5 センチぐらいかな。で、葉は1センチぐらい、いつもと違いますね。ほいで、切れたらジップロックに入れて、ほい、こいつはいつも通りですね、600ワットで4分チンします。ほいで、今日はね、コンロ使うやつが少ないんですよ。お鍋に水を、鍋底ぐらいですかね、入れたら白だし大さじ2、みりん大さじ1、料理酒大さじ1入れて、ちょっと沸かします。いや、うちの大さじフリースタイルなんですけど、うちっていうか私か、洗濯するときとかの洗剤入れるのもフリースタイルなんですよね。で、っていう話を実家に帰ったときに家族にしたら、お母さんもね、詰め替え用のやつそのままダバダバ入れてるよ。詰め替え用のやつそのままダバダバ入れてるってどういうことやって思ったんですけど、聞いてみたら、詰め替え用あるじゃないですか、ここパックになってるやつ。で、こう、ここに蓋がついてて、それからシャーって入れて、買えるじゃないですか。あれ入れ替えずにそのまま使ってるよってことだったらしくて、お、私もそうやでってなってもう家族遺伝だということが分かりました。なんでも大さじも小さじもフリースタイル。そして水菜を1センチの長さに切っていく。で、そろそろボニークさんの準備をするんですけど、ボニークさんはですね、お肉が4種類買ってあったんですけど、3種類はボニークに入れます。これね、これで、ささみはそのまま大きい方、いいか、これで。あ、この紙は取って重ならないようにね。で、これこのままちょい待ち。お、沸いてきた。ちょっとあれが多かったかも、白だし。というわけで水を足します。マグカップ1杯ぐらいで、次はジップロックに料理酒を大さじ1、大さじ1フリースタイル、みりんも大さじ1で、お、チンができた。ちょっと待ってくださいね。味噌を大さじ1入れて、もみもみします。もみもみというか、溶かす感じですね。ほい、なんとなく溶けたら、ここに豚肉を入れます。重ならないようにね、平たくしたい。できてるかな、良いでしょう。ちょっとお腹でプレスして空気を抜いて、あ、いい感じいい感じ。これでちょっと待ちと。33度だからまだまだだな。もう沸いてきたんで、この鍋に水菜をがっさり全部入れます。あ、すっきりした台所が。でよ、次は2個取れた。ジップロックにオリーブオイル大さじ2、もうちょいかな。ほいで、塩少々、小さじ3分の1って言ってたんですかね。で、バジルあったあった。バジルを、お好み、どれくらい入ったかな、さじ半分ぐらいですかね。で、すごい、ここまで箸が登場してない料理してるんか、料理してますね。お、ドリップが出ています。こういうのは拭き取ってあげて、焼くときはあんまり気にしないんですけど、こいつボニークにぶち込むんでね。あー、行きたい行きたい。そして分厚いな、これ1時間でできるかな。
でしっかり水気を取りましたら、このオリーブオイルとバジルの袋に入れて手を洗って、あらバジルがいっぱい手についちゃったわ、もったいない。でこれも空気を抜いて、まあ、全体にこのオイルが行き渡ってほしいんですが、まあ、いずれねこう空気抜いてピタってなったら行き渡るでしょうから、入れる時まで待機、はい、で炊飯器にこいつがしなしなしてきたら次の工程に入るんで、でまず玉ねぎの皮を剥き、いやこの間話したかな、サボンにね行ったんですけど、なんか会社の人に話したりこの動画で喋ったりツイッターでつぶやいたりしてるから、被ってるのか被ってないのかあんまり把握ができてないんですけど、いや話したいことメモに墨って入れてなかったから多分動画では話してないと思う。サボンに行ったんですよ。っていうのも旦那の友達からサボンのボディスクラブをもらってきて、なんか誕生日かなんかで、でそれを使っててめっちゃいいねこれってなって、まあ、継続で買いましょうってことになって2人で買い物に行ったんですよ、そのサボンにね。で、まあ、当然その2人で行ったらお店員さんも女の人、私をこう接客してくれるじゃないですか。私はそんなにまあもう買うもの決まってるし余計なもの買わんと思って行ってたんで、あこんなにツルツルになるやつがあるんだすごい、でボディスクラブはおいくらでしょうかみたいな感じだったんですけど、だからまあ他のやつを説明されてもあんまり聞いてないみたいな、この、まあ、洗面台みたいなところでこういろいろ使わせてもらって、あすげえすげえとかなりながらいろいろと接客を受けて、旦那はそういうところに行ったことがなかったらしいんですよ。私はまあ何回か行ったことあるんですけどね。で、あのボディスクラブご用意するんで少々お待ちくださいって言われて待ってる時に、お旦那がスンと孫で何かを持ってきて、そっちの匂いの方が良かったのかなスクラブとか思ってたら、俺はポケットマネーでこれを買おうと思いますって泥パック持ってきて、あえそうなのみたいな泥パック使わせてもらったっけみたいな。でその後、あえそうなのなんでみたいな感じで言ったら、俺は嫁の肌保全委員会なので嫁の肌が綺麗になれるようにこれを買おうと思います、うんありがとうめっちゃ嬉しいけどいらん、ちょっと冷静になって考えてみってなって冷静になってくれて結局買わなかったっていうことがあったんですけど、やっぱこうねそういうなんか非日常空間を演出して買わせるってこういうことなんだなって思いましたよね。だからその最初は旦那と一緒に別に行こうと思ってなくて、近くに行った時に会ったらどっちかが買ってくればいいよねみたいな感じだったんですけど、2人で買いに行ってよかったって思いましたね6000円の泥パックね使ってみたいけどね、うちでじゃなくていいかなっていう、いきなりほらこういいもの使うとお肌もびっくりしちゃうから、あで無言っていうか喋りながら黙々と進めていたんですけど、玉ねぎの4分の3ぐらいを切って炊飯器に入れまして、でじゃがいもをいい感じの大きさに切って炊飯器に入れまして、で人参もいい感じの大きさに切って炊飯器に入れます。おい残っていたお肉、鶏のももですね、ももを一口大に切りながら入れていきます。切れましたらここに牛乳をひたひたに、もう全部牛乳でいっちゃう、なぜならあんまり飲まないから、よしひたひた入れたら、でこのまま炊飯します。いやー後でよく炊飯器を洗わないといけないですね。で油揚げ3枚を8等分にしたらこの鍋に入れてきます。油揚げにねスープが決めてほしいから繰り返しておきますか、天地返し。いやあの旦那がねラーメンが好きなんですよ、何でも好きらしくて、たまにこう一緒に行こうって言われて行くんですけど、食べにラーメンがね多いんですよ。とにかく二郎系とかまあまず持って無理だし、あの普通のラーメンでもこうなんか食べててすっごい食べたくて来たはずなのにめっちゃ多いと思って、あの途中で食べるのやめるとか、まあ往々にしてあるんですけど、やめるっていうか、まあ、旦那に食べてもらうんですけどね。それで二郎系のラーメンとかを一回食べに行った時に、もうあの食べきれないの分かってるんですよ、分かってるから、まあ、一番ちっちゃいのにして、でこう天地返しってね、この野菜と麺をひっくり返す、もう野菜だけでお腹いっぱいだわと思いつつ麺があらわになって、お次の量だね、世の人たちはよくこれを食べれるなと思った記憶があります。もちろん味は美味しいんですけどね。でコロナになってからそういう外食なんかも減ったじゃないですか。で宅麺って言ってお家でラーメン食べれるみたいな、そういう旦那が喜んで出してきて、これで二郎系ラーメン頼むとか言うんで、あいいじゃんいいじゃん買いなよみたいな感じで買ったことがあって、小松菜を切ってジップロックに入れたらいつも通りレンジで600ワット4、ああ間違えちゃった。
600ワット4分して頼んで、こう1人前がセットで来るんですけど、あれ家だから自分の好きな量食べれるじゃないですか。これはいいと思いましたね。いつもこう7があまりに美味しい美味しいっていうの、そんなに美味しいなら食べたいじゃんと思って行くんだけど、多くて食べられないっていうのがデフォルトなんで、うまく切れない玉ねぎ4分の1をみじん切りしていきます。そう、この宅麺はめっちゃいいなと思いました。でももうさ、自分で食べようとしたら1人前で、まあ、2、3食いけるんですよ、余裕で。だからそのうちで取っといて食べれるっていうのはめっちゃいいなと思いましたね。コロナが収まってもそれでラーメン食べたい。お店にはお店の良さがありますよね。家だとこうなんか麺の茹で具合とかうまくできなかったりとかするかもしれないし。よし、もうこれいったな。てかお肉遅っ冷たい水から始めちゃったからかな。いい大きさのが大丈夫か、これ油ついてる。ここにあったわ。はい、水菜とお揚げの煮浸し風完成です。煮浸し風っていうか、はい、水菜とお揚げの煮浸し完成です。春菊はですね、ナムルにします。ごま油大さじ1で、醤油小さじ1で、鶏ガラ小さじ1。どっかで聞いたような作り方ですね。ごまお好み。口を閉じてよく混ぜます。おー、チンができた。かぼちゃを切っておきたかったんだが。これ春菊のナムルの完成です。でこの玉ねぎは器に移しておきます。後で使うんでね。春菊が混ざりまくってるけど、まあどうせ火通すからいいか。でかぼちゃ、かぼちゃ種を取って、ほい、あ、全部取れなかった。大量になりそうな予感がするので、大きい器で切っていきますかね。かぼちゃ切っていきます。小さめに薄く、ほっ、あ、ボニーカーとちょっと。今週久しぶりに土日どっちも何もなくて暇でね土日何も予定ないとこうも暇かと思って、で今日旦那が俺どうしてもドトールのミラノサンドが食べたいって言うんで、ドトールをこう近くのところをググって買いに行ったんですけど、自転車で5分は言い過ぎ、15分ぐらいのところにあるんですよ、一番近かったのが。でそこに行ったんですけど、なんか個人的にそのわざわざドトールに行ってミラノサンド食べるってしたことがなかったんで、あ、こういう使い方あるんだなみたいな。いや、あのスタバにねフラペチーノ食べに行くとかはあるんですけど。お、お肉ができました。こいつには4つぶち込んでいきます。準備していたお肉さんたち、これはね浸しながらこう上下にこう左右させると空気が抜けるらしいんで、密閉しながらね。 OK、 次鶏肉さん、これは1時間やらないといけませんね。てか豚肉も、ささみは30分で良い。でずっと出ていた卵、いや先週のねさつまいもご飯完成のところ全然映ってねーと思ってあのカメラ首掛けにして撮ってるんで、ちょっと自分でね今どんな風に映ってるのかよく分かんなくって。卵5個なのは余っていたから。よし、でもこれは卵とささみは30分で取り出すので30分間放置で、かぼちゃ切るの続きおじぼしてちゃった。何の話したか忘れちゃった。あ、ドトールに行った話か。そうそう、初めてミラノサンド食べたんですよ。うまと思って、いろいろ試してみないとダメですね。ドトールに自転車で行ったっていう話をしたんですけど、私ロードバイクを持ってて、前行ったかな、あの安倍さんが2020年に10万円配ってくれたじゃないですか。あれを使って買ったんですけど、いや自転車乗るのがね楽しくってね、週に1回ぐらい自転車で会社に行ったりするんですけど、片道10キロぐらいかな。もう慣れるとねどんどん遠くに行きたくなるんですよね。ただ そこで冷静な私がスッと出てきて、一回20キロ先に行くだろう、帰らなきゃいけないだろう、行って疲れて帰ってこれるのかい、無理ですってなって、結局その行ったことある10キロ
まあ長くて13キロとかかなぐらいしか冒険しないっていうね、ちょっとずつ距離を伸ばしていって、まあ、だんだん遠くまで行けるといいなと思いますね。前ね40キロ往復で河川敷を走ったりしたこともあったんですけど、それの次の日足がピクピクでね、まあそれを続けてれば多分ピクピクしなくなってくると思うんで、強靭な体をね手に入れたいですよね。でかぼちゃが切れましたら水をひたひたにして小松菜とチェンジ、ほい、それで10分でよ。この耐熱容器に入れたいんで洗います。ちゃんと食洗機でも落ちない時はあるね。お湯、トマトは容器の準備ができてからにした方がいいかな。ツナ缶をね使います。先週切らしてて使えなかったので買ってきました。ちゃんと余分な水を切って、この玉ねぎさんのところに入れます。お湯が沸いたので水をね長持ちさせるために器が清潔なのはまあ必須条件なんで、普段はねこの動画を撮る前に熱湯消毒したり、あとあの食洗機で洗った時は食洗機がお湯でやってるからもう OK っていうことにしてるんです、私の中で。だからこう手洗いしたやつはね熱湯消毒をしてやらないとね。で本当は冷ましてから使うんですけど、このまま温めちゃうからいい水気を取ったらもう OK でよ。このねツナのところにはオリーブオイル小さじ1、おー、塩小さじ半分、3分の1ぐらいかも、ニンニク3センチぐらい、レモン小さじ1、粒マスタード小さじ1かな、これは大さじ1ぐらいかな。あー玉ねぎ、ほい、でトマト洗います。先週ね工程が多いやつをばっかり作っちゃってなんか世話しなかったので、今日はね世話しなくならないようなやつを選んだつもり。あーこれは包丁を研がねば、トマト切るときになると包丁を研がなきゃいけないことを思い出すんですね。シュッ、寝心地やいかに、あ素晴らしい。なんか包丁切るのやるたびこの下りしてる気がする、っていうかトマトが出てくるたびしてるな。でトマトをね器にペペペと並べていきます。切り方はまあほほどにお弁当に入れやすい感じで、聡明な方はお気づきかもしれないんですが、トマトファルシを作ってみようかと思ったんですけど、もう私的にあのくり抜いて中に詰めるっていう工程が無理と思って、詰めない、くり抜かない、乗せるという方法で作ってみようかなっていうので今やっているところです。中に詰めるのもなんかひき肉とかが多いようなんですが、ツナの方が美味しそうと思って私好みにアレンジ。トマトって焼くとなんであんなに美味しくなるんですかね。火を生み出したのが人類の成長な、成長というか進化の第一歩みたいなやつ聞いたことあるんですが、本当にそう思いますよね。よし、スピリチュアル的な話をしたところでトマトが切れたので、ここにさっき混ぜ混ぜしておいた玉ねぎとツナを乗せていきます。もう美味しそう、これだけでも食べれるね。いや料理してると途中でもう美味しそうっていう工程いくつもありますよね。今まさにそう。でもこれは君たちはもっと美味しくなれるから待つんだ私。あ、お昼にミラノサンド食べたからお腹減ってないんですけどね。でチーズ、チーズってすぐ使わないとかびるじゃないですか。だからうちもそのまま冷凍してるんですよ。そうするとね結構便利ですよ。そのままザラザラってして焼けば遜色ないし長持ちするし。ホイチーズをお好きなだけ乗せましたら、トースターでチーズが溶ければいいんで、まあ10分ぐらいかな、10分もやんなくていいかな、200度、なー10分やっとこう。10分生きるものもうなしで、かぼちゃのための準備を、ほい、袋にナッツを、ナッツ何でもいいです。この間までアーモンドミックス使ってたんですけど、アーモンドミックス買い物行くときに買い忘れて、違うお店に行ったらアーモンドミックスなくて、まあいったーミックスのやつでーと思って、なんか全然こだわりないです。美味しければいいんですよ、美味しければ。で袋に入れたらちょっと叩いていただきます。大きさはこれはもうお好みです。シューナッツとかは柔らかいからそのままでもいいかも。まあ大きすぎなければといった感じ。よし、こんなもんでいいでしょう。はい、できた。よっ、こぼれちゃった、後で拭かなきゃ。あ、猫ちゃんのお手手も濡れちゃった、洗わないと。ほい、でかぼちゃの水を切ります。しっかりね、しっかりかつ落ちないように。あ、つつつつ、あー手がつりそうだから、もやもやー落ちちゃった。はい、で買っちゃったんですよ結局、マッシャー。
なんか前の時にいやかぼちゃ潰すだけだしねいらないよねっていう話をしてたんですが、やっぱあった方が便利だよねと思って、見てくださいこの潰れ具合、フォークだったらフォークが曲がる心配もしなきゃいけなかったのに、やっぱこれめんどくさいなっていうのは何かを改善する原動力になるので、芋潰すのめんどくさいなって思った人がいっぱいいたんでしょうね。ほい、前までより格段に早い、早く買えばよかったこのついているかぼちゃを丁寧に落として、はい、ここにはねさっきのナッツザラザラでマヨ、もうあんまりない、大さじ3ぐらい入れたい。なんかマヨ使うたびにこのプショっていうのやってますねでニンニクちょっと、よし3センチぐらいで、レモン小さじ1、粉チーズ、粉チーズとナッツが私のかぼちゃサラダの美味しさの秘訣。粉チーズ大さじ3ぐらい入れたらよく混ぜます。今週の作り置きはボニークを使って時短っていうのも考えてたんですけど、サンドイッチにできるおかずっていうのも思ってて、さっきのトマトのやつとかこのかぼちゃのやつとか、あとはボニークしてる鶏肉のバジルのやつとか、サンドイッチにちょうどいいなと思ってやってみました。だから今週のお弁当にはサンドイッチが品質するはず使わないといけないからね。パンもねうちあんまり食べないんですよ、食パンとかね。だからサンドイッチしようと思うとサンドイッチで使い切るぐらいな気持ちで食パンを買ってこないといけないから、合うおかずをちゃんと作っておかないとね。いや計画性が必要ですわ。はい、かぼちゃサラダの完成です。そしたら炊飯器があと29分の、ボニークもあと30分で出すやつがあと10分ぐらいかな、でトースターがあと4分というわけで、片付けをしながら洗い物をします。それではね、ちょうど洗い物が終わりまして、5分経ってトースターが呼んだので見てみようと思います。よっ、あ、いいですね。はい、トマトファルシー風の完成です。トマトファルシー風、トマトとツナのチーズ焼きの完成です。トマトファルシーな感じですね。あ、で、あとボニークが7分やることがない、また一旦待ちます。はい、それではね、もう残り30分ということで、30分できたので見てみようと思います。ささみだけね、ささみ出したい。ほい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 。よいしょ。で、あ、水の準備するの忘れてた。結構すげえに、おお。炊飯器溢れとるがな、初めて見た。入れすぎたね、牛乳。ちょっと後でしっかり洗わないと。大丈夫かな？あ、もう溢れてこなくなった。反省反省。久しぶりにこういうハプニングあったな。水。しっかり冷やして、急速冷却。で、卵もあげます。5個取れそう、2個取れた。これもしっかり冷やします。よし、で、まあ、多分全然冷えてないんですけど、ささみをね、使いたくって、まあ味付けしてからしっかり冷やすことにしますか。ほぐします。いい感じに、はい、いい感じにほぐれたら小松菜の方に入れます。それでそこにおかか、おかかがっさり一つかみ。あー、せっかく綺麗にしたのにおかかこぼれた。で、醤油大さじ1、白だしを小さじ1入れてよく混ぜます。しっかり口を閉じます。ほい、おかかが固まりまくってる。これボニークがない方はささみやレンチンでもいいと思います。てか、ボニークがない方は炊飯器の保温のところに、炊飯器を保温にしてお湯を入れて放置で大丈夫だと思います。私は前それでやってた、ボニークない時で。混ぜ終わったら、はい、小松菜とささみの、だし醤油和え完成です。とはいえちょっとささみを冷やさなきゃいけないので、平たくしてこの氷水のところにぶち込んでおきます。ちょっと今日は作業が細切れになっていて掃除とかがはかどる。あ、っていうか温泉卵も完成してました。温泉卵完成。はい、ではあと24分、あと11分待ちます。
はい、それではね、ボニークがあと1分なんですけど、ちょっと待ってる間に気になったのが、鶏肉分厚くねと思って、ちょっとボニークの時間が短かったかなと思うので焼こうと思います。表面をね、表面というか真ん中をぶった切って真ん中に火を通していこうと思うんですけど、というわけでボニークが呼んだのでもう OK と。でこの豚肉の方は大丈夫、薄いので、なんならちょっとやりすぎぐらいな感じ。豚肉の味噌焼き完成です。で問題の鶏肉さんの方を、よいしょ、不安があるものを作り置きにするわけにいかないんでね、安全第一ということで適当にやりつつも抑えるポイントは抑えないといけませんね。見た目ね大丈夫そうなんだけど、2センチぐらいかなと思ったけど、まあ、杉分厚い3センチ4センチあるんで、薄切りにしてざっと焼くような感じにしようかなと思ってます。ただ火を通しすぎるわけではなく、うん、プルプルで美味しそう。ちょっと分厚めに切っていこうかね。あーでも大丈夫かな、これ中まで白い、火が通っていそう。いやダメだ、置いとくときに、危ないものは置いとくわけにはいかないんだ。というわけで切れたらオイルはそのまま使う。肉汁がほとんどだったようですね。マジルのいい匂い。真ん中に火を通したいので平らにして、あんまり火を通しすぎるとね、そのボニークした意味がまるでなくなるんで、ざっと焼ければいいかなと思ってます。よし、第1弾 OK。 はい、次あと3枚。いい匂いする、これパンに挟んだら美味しそう。よし、第2弾ももう OK。鶏ハムの完成です。それで、あと1分だ。炊飯器のところはですね、業務スーパーのホワイトルーを入れるんですけど、これねどれくらいに対してどれくらい入れればいいかよくわかんないんですよね。水 6000cc に対して1袋 1kg ということは、まあ、100、まあ、わかんないけど様子を見ながら入れていきましょうかね。お、ちょうどいい。あ、落ち着いてますね。よしよし。ではホワイトルーザラザラ、とりあえずちょっとずつ入れながら溶かしていきましょうかね。いい匂いするわ。全然出てこないよ。この業務スーパーのホワイトルー便利でね、この間かぼちゃグラタンを作ったんですけど、これ作った時もこんな感じで牛乳にベーコン炒めて牛乳入れてホワイトルーがさっと入れてかぼちゃに突っ込むと、もうすぐできて感動しました。業務スーパーさんには足を向けて寝られないですね、本当に。お、とろみが一気についてきたような気がする。固まってるんだな。チャイヘラがね便利なんですよ、これがね。うん、もういいかな。はい、シチューの完成です。これで全部できました。はい、それではね、今週の作り置きできました。何品だ、9品ですかね。はい、順番にご紹介していきます。まずこれがトマトとツナのチーズ焼き、トマトファルシのイメージです。でこれが鶏ハム、本当はボニークだけで済ませたかったけど、まあ表面焼いたんで安全に食べられるよということでね。で水菜とお揚げの煮浸し、かぼちゃサラダ、春菊のナムル、小松菜と鶏ささみのだし醤油和え、シチューで温泉卵、これちゃんと温泉マーク書いて見分けられるようにしてあるんでね、と豚肉の味噌焼き。はい、以上9品ですね。ボニークを使ってもう最高効率で調理時間50分ですかね。ちょっと待ち時間の間にちょこちょこ作業が入ったんですけれども、メインで台所にいたのは50分ということで、でトータル待ち時間はどれくらいだ、40分くらいですかね。40分くらい待って完成しました。イエーイ。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、こんな作り置き動画出してる人がいるんだよみたいな感じで知り合いの方にご紹介とかいただけるとすごい嬉しいです。はい、それではご覧いただきましてありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。